ちょっとなんか、まあ、また練習不足ですけど、まあ、ね、珍しく爆風ですよ。そう緊張してますね。さっきのマウンズが本当にね、なんかってぐらい爆風ですよね。でちょっとオリジナル作る時間なかったんで、今日はコピーします。今日は来年このホットラインはオリジナルで出ます。はい、おー、決まってんだもんね。曲作るんだろ。わかりました。アジアンカーフジェネレーションの振動感。自分で考えたんですよ。一番はオレオレ詐欺あるじゃないですか。はい、オレオレ詐欺って。で俺二十歳ぐらいの時に友達のなんか菊ちゃんっていう子を連れてって、うちのばあちゃんね、当時来てたばあちゃんに電話して、俺だけどさちょっと話があるんだっつって、で菊ちゃん連れて、おばあちゃんに会って。この人に100万借りてるからっつって当時ね、で100万
リライトした一番の方ちょっと重い重い結局ね、それはその100万でスケボーを買って、スケボーを買って、で当時の彼女に指輪を買って、あとは風俗とパチンコで全て全てするの完全にダメ人間だからリライトしたいっつってで、いや書き換えちゃダメだろそれで、まあいい、まあ調整がれるからあんまり見えないっちゃったじゃんでその後日談もあって、でその買ったスケボーで家の前で遊んでたら、隣のうちの BM のドアをへこましちゃったそんでその BM のドアをへこましたのに50万ぐらいかかったの、修理するの。それもおばあちゃんに出してもらったの本当にうまいお父さんはね、本当にもう死んでもいい人間ですごめんねごめんねだから、あれですよ、こうやってお盆で仏さんは迎えに行くじゃないですか、仏座ですよ、ね、仏壇の前っていういい話ですじゃあ、消しましょう Yeah.